はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日も無双ロジ2アルティメットやっていきたいと思います。今日はテトリガーの戦いです。では行きましょう。甲虫は医療に散った。医療に散った。敵の大軍を食い止めるため、自らの退路をも閉ざし、誠実に戦い抜いた果てに、しかし甲虫の救出は本当に不可能だったのだろうか。自問する宝徳の脳裏にふとある記憶がよみがえった。それは医療へと援軍に向かう途中、テトリ川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、あるいは確信にも似たひらめきを得た宝徳は一軍を率いて時を渡った。はい、やはり、それがしの記憶の通りであった。この地には妖魔軍の兵器が集められている。これならば医療へ運搬可能な兵器も見つかり申そう。そうかそうか、閉ざされた扉を、そうか、破壊できればしかりさすれば必ず甲虫殿を救えよ。でいい、今日は馬長馬隊かぐやでいきたいと思います。あ、その前に軍団情報、兵器の発見と宝徳馬頭のいずれかの配送です。はい、手取り川、満月が綺麗ですね。必要なのよし、医療へ運搬可能なよし、これらして探さない。馬長は騎乗攻撃ですね、やっぱ。貴様らの襲撃などお見通しよ。今回はね、かぐやが入ってますね。かぐやは強いんで、ちょっと兵器使おうぜ。おらー、うー、敵が溶けてるぜ。金髪王と呼ばれる。よし、こんなもんか。へいへいへい、さあかぐや行きましょう。かぐやはね、転生3回してますからね、行かれません。いや強い、かぐやは容赦ない。そう、お、兵器がありますね。あれはなんだっけ、投石機か。対岸からの攻撃か。踊れ、姑息な姑息な。よし、あ、間違った。あの兵器、こっち医療まで運べよ。よし、ここより対岸へ渡るのは難しい、東より回り込むしかありません。よし、今だ、一気に撃ち込め。乗ってきたよ。お、今が当たるんだ。身長つけてるから範囲が少し上がってるんですけど、そこまで届くんだな。旋風陣、お、戦意低下。お待ちかねえ。いいね、疾風弾。よいしょ、いって、待って、痛い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 、いって、いや、おかしいでしょ。いっと、あがくがいい。敵将、払い立て祭りました。いった、兵器、うわ、
痛い。兵器クソ痛いな、あれ。ここまで侵入されるとは、門を閉ざせ。これ以上せずませんわ。門を閉ざされたか。じゃあこっちっすね。突破する方法を見つければ。各トイレに兵器が隠されている。東トイレに役立つ兵器がある。うん、敵だ。敵だ。ここで引き当てろ。受けてみよう。東取り出ないみたい。わあ、ここでフィーバーか。いや、ここでフィーバーきついな。だからタイミングがやっぱ悪いな。フィーバーのタイミングね。ナイス設置。あ、これが投石機か。これでいいんだっけ。壊れんさい。オゲイ。あ、オゲイ。凄まじい威力だな。この兵器を医療に持ち込めれば、かように巨大な兵器は運搬できますまい。やはり投石者を得ることを一義に考える。これ入ったんじゃない。フィース。寝込ませるな。あー、いって。いや、兵器痛いな。強。行かれません。よし、これマジ気持ちいいんだよな。もう全戦場に土砲を設置しようって感じ。薬草ゲーになっちゃう。ぬるゲーになっちゃう。よし、風紀。せいぜいあがくがいい。これも強いんだよな。払い立て祭りました。行かれます。はい、行かれます。かぐやは強い。おお、びっくりした。奇襲か。なんて言うんだあれ。骨ごと噛み砕いてくれ。よし。これぐらいにしといて。敵将、払い立て祭りました。しょう、おらー。バッコメ、バッコメ。はい、さようなら。あれ、まだいる？お待ちかね。フーダン。うわ、いた。止まった。よし、はいよー。
ヤッホー水地。当たるかな。さすがに当たらんか。当たった。よーし。覚えてやがれ。オッケー。敵将撃ち取ったよ。撃ち取ったよ。投石者が我らの手に。ああ。あつ苦しいな場所。いやー。いやー。投石者は医療に向けて進発いたした。はい。甲虫殿を救い出す準備は整ったかと。ならば再び医療での戦いに臨もう。今一度過去を変えるのだ。よし。お、甲虫のカード出たよ。お、有効度上がりましたね。はい、ということでテトリガーの戦い無事終わりました。今回はここまでとなります。次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。